どうも、250番です。280番です。あ、違うか、バネランです。お願いします。お願いします。所沢体操状態、状態入ってんの状態入ってんのが発見太郎ですすいません、すいません。今日はですね、万年蘭さんに刑務所のお話を聞こうかなと思いました、はい、女子刑務所を出てる人があまりいないんですよ、はい、うんうんうん、で、女子刑務所ってどんなところなのかなっていうところなんですけど、栃木刑務所なんですよね、私、はい、いたのが、うん、栃木刑務所は初犯と累犯が両方いる刑務所で、うん、でね、外国人の方もいるんですよ、はい、で、まあミックスなんだけど、お部屋はバラバラ、うん、工場もバラバラ、うん、で、初犯の場合はいじめが多い。あ、そうなんですか。はい、よし、バシッと、うん、それはどこでやるんですか。社防でやるんですか。社防です。あと運動中にこうタタタタってね、こう3つレーンがあって、はい、まあ、私が見たのは7工場の話なんですけど、うん、タン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 って走ってたらバーンとかバーンとかやってましたね、で、警備隊がバーンと来て何人も引っ張られて、やるせこねえなーなんてやってましたけど。へえ、ありますね。警備隊も女性なんですか。男性と女性とミックスです。あ、女性の警備隊もいるんですね。女性の警備隊の先生はやっぱいかついですよ。へえ、刑務官は女性なんですよね。刑務官は基本担当は女性、はい、で副担当も女性、うん、で、まあ、統括だったりその事務方の人は男性多いですけど、あと警備は男の人が多いかな。あ、そうなんですか、うん、じゃあいいですね、刑務官なんか女性の囚人が見れてる。女性の囚人っつったってババアしかいないからね。あ、そうなんですか。うん、時々ね、こう若い子はいるんだけど、うん、でもほらみんな髪の毛ひっつめて、うん、運動に行く時なんかのっぽさんみたいな帽子かぶらされるの。熱中症対策の色分けされてて、はい、だからもう顔なんかわかんないよ、マスクしちゃってるし。あ、そうか、今マスク、今の時期はってことですよね。うん、あ、違うんです。運動に行くときはマスク OK なの。一時期ね、不正公団が多いからってマスクダメって言われた時期があって、はい、作業中はマスクを外さなきゃいけなかったの、はいはい、でも今はコロナの、あ、コロナ言っちゃいけないんだよね。いいですよ、いいですよ。だから、はい、マスクつけて OK になったんだけど、私がいたね、最後の1年はマスク禁止でしたね、うん、今なんかやっぱり感染症の影響で、うん、風呂とかも入れないらしいですね、刑務所。みたいだね。だってなんか食事もほら最初みんなの部屋の中で分けたら壁に向かって食べてるみたいだから。あ、そうなんですか。寂しいですね、うん、それは。これが小机だとしたら、ちょっと持ってチャ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 って後ろ向いて壁に向かって食べて、ごちそうさまでした、する。だから映ってるのは壁を見ながら食べるみたいな、うん、はあ。男子刑務所だとひげ剃りとかあるじゃないですか、うん、はい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 。女性はね、シェーバーがあります。売ってます。あ、売ってるんですか。うん、こういうね、電動のビューっていう、はい、よく松木用とかで5、600円とか7、800円ぐらいで売ってるのが2500円ぐらいとか2000円ぐらいで売ってます。あ、そうなんですか、うん、それでなんか眉毛はダメなんですか、うん、眉毛は元々の形に近いぐらいだったらあり。あ、いいんですか。でもみんなやってたけどね。あ、刑務官も絶対知ってますよね。知ってます。あ、でも黙認みたいな感じなんですかね。うん、担当の先生が、まあ、一応ほら女子系は先生って言うから、うん、担当の先生が、お前眉毛変わってないかって、いやって言って、私は時々鉛筆で描いてったそれぐらい部屋に女子じゃないですよ 2B とかの鉛筆あるでしょ、はい、あれを朝こうパッパッパッってトイレの中でこう眉毛こう描いて、うん、で失業みたいな。バレないもんなんですかね。いや、バレてるバレてるけど言わないんですね、うん、同じ女性としてね。うん、言わない。はあ、要はなんかね、よく言うのがほら、服装の乱れは心の乱れっていうでしょ、男系の女性も、うん、だから身だしなみはきちっとしなさいっていうのが女子刑務所は特に言われるから、うん、こう背筋を伸ばして、うん、その作業着もこうヨレヨレの着てるんじゃなくって、布団の下でおしにアイロンみたいのをして、要はきちっとした服を着て表に出ていくわけ。うん、で、帽子のかぶり方一つにしても、こう髪の毛を全部中に入るようにきれいにかぶるみたいな。それで背筋伸ばしても作業してれば、まあ、あなたは優秀みたいな。はあ、うん、そうか。その時は何でもやるよ。だから女子系、うん、まあでも男性とやってることって一緒なんですかね、作業して。
一緒じゃないですかね。多分男性の場合は、はい、多分私は分からないですけど、はい、その立役の方っていうの、係さんっていうの、はいはい、いますね。リーダーみたいな、リーダーみたいのがいて、はい、何名もいるんでしょ、そういう人が。そうです。女性は班によって、班によって私たち の, その女性の場合はね、2人なんです、うん、要は本ちゃんがいてサブがいてみたいな。あ、工場全体でってことですか。うん、工場だと、まあ、作業が 4つぐらいの工場分かれてれば、はい、4人が本ちゃんの係で、うん、あとはサブ、補佐。各工場にってことですか。各作業に、各作業に、うん、あんま変わんないのか。あんま変わんないのかな。で 私がいたのはモタコだったの。はい、あの栃木はね、1校から10校まであって、うん、まあ、1校から4工場、5工場までは類班、うん、で6工場は、まあ、類班もいるし、ちょっと有名人の方だったりとか特別な方がいるのね。あの食堂とかも分かれてるから、はい、大食堂が、はい、で7校から10校までが初犯刑務所なの、うん、でもそこはねエアコンついてんだよね。だから過ごしやすいっちゃ過ごしやすいけど、うん、窃盗とかで来てる方が多いからお年寄りが多いの、まあ、もちろん類犯のお年寄り多いよ。そういう方たちみんなこうやってガラ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 お買い物かごみたいなのあるじゃん、こうやって聞く、うんうんうん、ああいうの引いて歩いてる馬車みたいな、でも私たち受刑者が手をつないで階段とか医務に行く時とか連れて行く時に手をつないで歩いてあげるみたいな、路地ホームみたいだから。そうなんですか、うん、なんかてっきりね、あのヤンキーの可愛いお姉さんみたいなのがいっぱいいるのかなみたいなイメージになっちゃってます。いっぱいいるけど、それが全て可愛いかって言ったらどうか分かんない。ああ、そうだね。一番多かったのが、うん、前歯のない人。はい、うん、それはちょっとまずいですね。うん、な、多かった。多いんですか。多いの。前歯がない人ばっかりいる。ばっかりいる。へえ。ちゃんと入れ歯を持ってる人もいれば、はい、そのほら捕まった時の状況だったりもあるだろうし、はい、そうですね。でみんな私歯の治療中でって言うんだけど、どう見てもまだこう歯が残ってるんだよね、菌だけ溶けたみたいな。はいはい。前歯4本ない人とかザラにいたから。ああ、そっか。ちょっとイメージ変わっちゃいましたね今日で。だからね、うん、刑務官が綺麗だった栃木は。あと本当に男性刑務官もかっこいい人が多かったんだよね。なんか恋しちゃったりとかしないんですか。あのいる人は、してた人はいた。恋というか、うん、露骨にやりてえみたいな言葉を出す女性は言った。やっぱそういう話になったりするんですか。する。あ、例えばね、警備の先生が、まあ、毎年毎年から新入の先生が来るでしょ、うん、もたっとしてるのが来れば、あいつはよって上から下まで文句言われてるし、ちょっとこう、あれ一瞬かっこよく見えたなって言ったら、あの警備の先生さ、探してるみたいな、運動の時キャラみたいな。あ、そこら辺はやっぱり男子と一緒なんですね、うん、男子もやっぱりなんか一般の人と か, なんかその強制なんとか委員会とかで女の人とか来るともうすごいんですよ、うん、もう一日中その話題でもう持ちきりなんですよね。なるほど。だってほら女子刑務所って荷物の運搬で来るのはほとんど男性で、ガテン系が多いでしょ、はいはい、日焼けした、はい、そうすると運動中にそれを見ちゃうと、あの男かっこいいとか、あの男とやりたいとか露骨な人もいれば、うん、でだん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 その刑務所生活が長くなってくると、うん、なんちゃって率が増えてくるの。例えば女子でした、はい、でも暑いからもう髪の毛切っちゃえでショートカットにしてると、はいはい、もう例えばニャゴジマさん女の子という設定でね、はいはい、こんな感じで腕組んじゃったりとか、で二人でトイレこもっちゃったりとか、布団の中に入っちゃったりとか、そういう風になってくんですね、うん。この間まで普通に男が好きだって言ってたじゃんって言っても、私はあの決め時はバイセクだとか、うん、長くいると、うん、その女性が女性を好きになったりもあるっていうことなんですね、うん、多分寂しいからだと思うよそれは。あ、うん、なるほど、はい、いろいろ聞かせてもらってありがとうございました。とんでもないです。所沢のダイソーのということでした。ありがとうございます。お疲れ様でした。今日何回やったかな。